はい、おはようございます。鐘の音とともに現れるザリガニ親父、ザ・ウェイ・オブ・コミュニケーションマスター。皆様をコミュニケーションのマスターにお連れいたします。ただ見てるだけで皆様がどんどんコミュニケーション力を高めていきます。はい、今日は3月は9日火曜日、シリーズでお話ししてきました SDG17 の目標の今日は第10番目、人や国の不平等をなくそうです。どうぞ皆様 SDG17 を勉強されてですね、私は個人の17目標に落とし込んでですね、 SDG 個人版というのを本にしてもうじき出版します。私が17回のシリーズでやらせていただいている、今日やっとですね、中間点の山を越えました。10回目ですけれども、サステナブルディベロップメントゴール、持続可能な開発目標ですけれども、これはですね、国レベル、企業レベルのみならず、個人の人生、自分をどのように開発してですね、将来を輝かしいものにして頑張って一生を終えるかという自己開発目標でもにもですね、落とすことができるんで、私はこれを本にして出版しようと思います。 SDG を個人レベルに落としてですね、個人が自分の10年後の目標、このようにしたらいかがですかというご提案ですが、こういうのような本が今のところありませんので、ちょっと面白いかなと思ってます。今週中にですね、1冊思考人間という本が出ますが、72冊目が終えてですね、 SDG の個人に落としたものはですね、73冊目の本になります。今日はですね、残り30秒ですが、今日お話ししたいのはですね、続けること、途中で諦めない、持続目標をそれなりに立てたらですね、自己開発目標をそれなりに立てたら、途中で諦めずにずっと続けていく、これが私はですね、一番重要なことかなと思います、ことかなと思います。諦めない、まあ、自分のですね、与えられた、まあ、宿命みたいなものがあります。自分ではいかんともしがたいものがありますが、運命なんかは変えられますから、目標を持ってそれに向かって各一律化を着実にこなしていければですね、運命は、私はこのような SDG のような目標を持つことによって変えることができると思います。今日はこの辺りにしておきます。